結構面倒だからペースないんだけど。ちゃんと置いておこうね。だってそこまで落としたら、落としたら3円だから。行きまーす。行きまーす。ちょっと、あの、いろいろご飯をね、我々ご飯を調達しに行かねばならんので、出口付近に集合。行きましょう。助けて。ご飯を調達しに行きましょう。お願いします。はい、行きますか。はい、行くよ。みんな、大人の皆さんは鍵を持ちましたね。はい、パタちゃん、ちょっとお部屋がね、もうあっという間にぐちゃぐちゃですけれども、ちょっとね、GoPro でできるうちだけ GoPro で行ってみようと思います。いや、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ、静かにね、静かにお部屋でやろうね。ちょっと待って、だんだんだ、ちょっと、なんか、静かにお部屋出てるように。え、これで今ライブしてる。うん、うん、今ね、GoPro の方でライブしてる。ちょっと今日は気を抜いて、もう入れないよ。もう自由に入れない。寒いからさ、ちょっと前止めろ。シェイドルックスはこのアンブレラ。席多いね。結構人入るね。はい。
ちょっとね、みんな危ない。一緒に、ほんと、待って待って、みんなね、人がいっぱいいるから、お手手つないでゆっくり歩こうね。パパ、パパ、パパが。じゃあ、お父さん、赤とさくらちゃん、両手につないであげてよ。結構もう肌寒いね。両手を押しなきゃいけないの。すごいね、ちっちゃくて。恥ずかしいな。恥ずかしいな。かわいすぎて。あ、違うね。ちょっとね、逆からさっきぐるっと回ってみようかと思ったのよ。こっちだ。私たちさっきこっちから来たから、こっちをね、ちょっと行ってみようかっていう。ちょっとね、ぐるっと回って、最後スーパーとか大丸見て帰ろうと思います。で、明日朝、もう7時ぐらいに起きなきゃいけないんで、まあそれ普通なんだけど、だからでもほら慣れないところで洗濯したりとかもあるので早くね早くに、あ、なんか早速神社っぽいのがある、うん、なんだろう、ちょっと見てみよう、渡れないね、でも、うん、なんか早速神社みたいな、やめておこう。食べ物今から買いに行くよ。うん、今から食べ物買いに行くよ。音って来てるかな。どんぐらいの画質とかでいけるかわかんない。今ね、GoPro でね、撮ってるからね、ちょっと GoPro のバッテリーも通っちゃうと、ことがもっとさ、せめて GoPro だけど、あんまり揺らさないようにしてる。GoPro なんで、GoPro で撮れるうちは GoPro で撮って、それで、これはなんか勝手にね、高解像度版がメモリーカードに残されるそうなので、あとで、もし、いいとこ撮れたら YouTube とかでも出してみようかなと思います。なら中部公民館、中部公民館、多分ここを曲がるのかな、なんかここがちょっと賑やかな通りらしくって、あれ何？奈良に来る。あ、柿の葉寿司ある。柿の葉寿司ある横田ちゃん。柿の葉と、うん、あ、ちょっとココイチある。食べたい。ね、ココイチ食べたことないんだもん。柿の専門って何？何が？何が？何が？あ、さくらちゃん、鹿いるよ。鹿の隣にモフモフ。鹿の可愛い隣にモフモフ可愛い。可愛すぎる。犬。あのね、見えない系じゃん。可愛い。あ、うん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 。いちご大福。いちご大福あるね。え、売り切れ全部。待って、お父さん、あのさ、熊いる。熊がいる。熊がいる。ちょっと抜けてくるんじゃない？どうなってるか。ちょっとだけ。まあ行ってみよう。クマおる。ないよ。あれだよ、北の屋台みたいな感じだよ。北の屋台みたいになんかプレハブの建物並べてて、この町づくりにぎわいプロジェクトみたいな、そういうやつだよ。
旅館だってこっち。夜は明るいんだよ。あー、ほんとだ。ほんとね。旅館だね。こんなホテルがあって、それで多分この多分ね、コンテナみたいなプレハブ小屋みたいなやつなんですよ。多分ちょっとしたこう空きスペース使ってるの街づくりプロジェクトみたいなやつなんでしょうね。クマちゃん、これはじめが持ってそうだね。いや、はじめのクマはなんかもっとでっぷりしてこんなに足長くない。てかね、あのもっとあの白かったって言ったらちょっとあれだけど。うん、あ、そうだ。あ、じゃあ食べよ。あ、じゃあ何？クマはいっぱいいる。クマ？あ、危ない。危ない。車来るからね。絶対にお父さんそこらちゃんとお手手繋いでね。意外と人気すごいね。よく。筆のお店だよ。筆のお店。顔。いや、あんた習字できないじゃん。習字できたよ。あ、これが奈良漬けの。いや、今もちょっとできると思うけど。これが奈良漬けの。あのジャパニーズトラディショナルピクルス、さっきの狭いところに来たよ。パイテン羽生結弦くんがしてたブレなんか首のネックレスのパイテン知らない。なんかママも肩こりひどいから買おうかなって。羽生結弦くんがつけてるならきっと信用できるに違いないって思って言ったらあの人みたいな建物じゃなくてすごいね、こんなとこ。いや、ここいうのは北海道にないないね。いや、あるよ、あの飲み屋街みたいに一瞬だけさ。いや、ほんと、そう、一瞬なんだって。旭川銀座とかそういう雰囲気の一瞬だけ、なんかここないんです。クレープ違う、パフェ。え、お芋あ、あ、違う違う、お芋屋さん、お芋果物を使った。ちょっと待って、ローソンローソン、すごいローソンだよ。ローソンだよ。これさ、上本物なの？え、上は本当に古い建物なの？改造したんです。コタちゃんスタッフ募集だって。ママと高校生になったらさ、コタちゃんさ、ここさアルバイトしてさ、ママと一緒に奈良にさ、あのレオパスに借りて住もうよ。潰れてるかもしれない。いや、ここは絶対あるわ。ここは絶対あるわ。高校生じゃないです。中卒で。あ、もふもふくん。かわいい。普通のお店なんだけど。あちゃあちゃ行かないよ。あの、あれ見た目はすごいけど、中身はローソンだから。かわいい。あ、そこにもなんか、ちょっとなんか素敵な何かがある。何あれ、何度ちょっと渡ってみよう。ダメよ、ワンちゃんびっくりしてたら困る。コタくんなんかすごいね、この細さ。雪降んないからさ。いや、この細さ感、この路地すごいね。北海道じゃないよ。いや、あるんだよ、あるんだけど、あるんだ、そんなにない、あるけど残らない、こんな風に。残んない。やばい、ここすごい消火栓がやってないのかな。やってないんだね。なんかどういうタイミングでやってんだろう、ね、誰か住んでるの多分ね。ちょっとじゃあ行ってみましょう。我々は今日はこっちに行きます。はい、はいはい。あー、重たい。ちょっとママ、あの気合い入れて一眼レフ持ってきたんだけど、やっぱり一眼レフの方が使わなさそうだ。重いね。あれ、ちょっと待ってね、ママ地図チェックしたいです。地図をチェックします。寒い。なんだっけ、我々 Now we are where。 出ちゃダメだよ、出ちゃダメだよ。ここマス、ここ行ってみるんだ。最初にここに行ってみよう。桜通り、桜ちゃん、ここ桜通りだって。桜通りのあのアーケードの下に立ってごらん。立ってごらん。
さくらちゃん、おいでおいで。ちょっとさ、マスク取ってさ、あ、車来た。一瞬だけここに立って。車来た。ついてくる。一瞬だけ立ってよって。一瞬だけ立ってよ。あ、止まってるから。お父さんちょっと一瞬だけ、一瞬だけここ立ってよ。あの。ちっちゃな手がペッチ。かわいいかわいい。あおちゃんも横行っていいよ。さくらちゃんこっち見て。こっち見て。イエーイ。さくら通り。はい、いいよ。オッケー。あたくらのローソンから借りて。あのローソンいい。いいよ。はい、アンパンマン。はい、アンパンマン来る。車通るのかな。車ここはそんなに自転車を除くって書いてるから車通れるんだよ。あ、ウーバーイーツ。あれ高校生になったら乗れんの？あれは乗れない。なんだよ。でもあれ、いや、あれは乗れない。本当に現あ。立ち飲み屋さんは。おでんだ、おでん。さくらちゃんまっすぐ歩いて。でもまあある店はなんかチェーン店みたいなの多いね。あ、サンドラッグ。用事ある。え、めっちゃオープンだ。何か買うものあったよな。すげえオープンだね。何買うの？なんかオープンの缶チョコとか。やだやだ。いや、なんかいるかな。おやつとかもいっぱい売ってるし、飲み物とかこういうところで買ったらいいかも。中に戻せんの？なんかすごい、こうたくんすごい、なんか宮殿みたいな、宮殿みたいなお店がある。なんかそれ差別よ。差別じゃない。いや、ジョンがさ、パンダ園に住んでるみたいな。そうなの。あれ、ドトなんかおしゃれ。着物のお店でしょ。かっこいい。これ何？かっこいいんだけど。クラストチャーチになりそう。ここはこれは何のお店？なんかこれ細く入っていくところが多いね。これ多分いろいろ入ってる。すごい、なんかいい感じなんだけど。建物の天井とかさ、からわざとかけてるんでしょ。一回入ってみていい？シャス。行くぞ。やば。どう？あ、なんか入っちゃった。お店さくらちゃん、さくらちゃん、ここで終わりだよ。なんか行きそう。ちょっと暖かいもんね、あそこに。あれ、これ本物のろうそくだ、お母さん。ろうそく本物。あ、風車じゃない。あれじゃん、あのブクブクブクってくせ。綺麗だね。絶対バーン。こんなのある。いろんなものがありますね。っていうかね、やっぱね、歩く街づくりがされてんのがすごい。なんか これしかない、これしか道幅のないところでも
ちゃんとこうやって歩く街づくりがされてるのがすごい。これ北海道ないわ。あ、かわいいわ。トサ君。あ、これ。ママね、ここ来ようかなって思ってたの。これがなんかパン屋さん。写真がすごく古いですけど。うん、なんかね、写真がね。さくらちゃん。写真。さくらちゃん。サラダ、大盛り。ちょっとママ、ママあのアレルギーであの多分普通のしょっぱいもん食べれないんで、旅行中はパンとかで過ごそうかなと思います。パンだとねアレルギー起こす可能性低いんで。あ、ダメだよ。あざあざ。ちょっとここで来たの。来ちゃったよ。ダメだよパン。君たちパンパンダメだよ。ここにもある。ちょっとママご飯と明日の朝ご飯を買います。2日連続パンかよ。お、お母さんこれ最後に見たらマスヤで。そうだね、マスヤがあった。マスヤがあったやつや。気合い入れてんじゃん、多分これ。気合い入れてないな。でかいね。でかい。見てよ、父さんもうレーズンだけですけど。乾燥系のものがたくさん。でもなんか日本の食パンがいいかもしれない。私なんかあるかな。お父さんのってお母さんとしてこれで、そしてダメやめてね。これが食パンかな。あ、これ。じゃあママ、これ買ってみる。これでも北海道十勝産小豆ってなんかもう北海道にありそう。北海道十勝小豆ちょっと迷う。これはああ、山食はどうかな。ちゃんと手繋いでくったり、それかも外に連れ出して。これさ、何が違うんだろう。何が違うんだろう。クリーム多めとかじゃない、この基本の塩。30円だけで他にはヤンの足跡図です。珍しいってお父さんすぐシャトルズベストがあるのが珍しいって。うん、さくらちゃん、あそこにウサギさんのお店がある。あれ、ね、マカロンやばい、このウサギ許せるかな。うわっこのウサギなんかあのさ、クレヨンしんちゃんのマイクの許すぎでしょ。砂糖を持っちゃう。
BTS。 あ、なに、水、水、なにこれ水、若い子呼びたいけど、そうだ、どれ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 、さくらさんの青いの、僕はこの二重みたいな色、うん、すいません、ピュアミルクとコットンキャンディ一つずついただけますか。イエーイ、うん、あ、韓国式なんだ。あ、すいません、はい、すいません、ちょっとだけで、はい、じゃあその2つ持ち帰りでお願いします。すごいね。はい、あ、普通の箱で大丈夫です。すごい。さくらちゃん、ペタペタ触らないよ。すごい。かわいいね。すごいね。お母さん。ん？韓国風なんだっけ？韓国風。さくらちゃん、ペタペタ触らないで。持ってて。現金だけ、うん、ホテルのお財布忘れてるからさ、取りに行ってきて。お父さん現金持ってる、どうだ、ママどうだ、これリュックしょって、ママどうだ、今ね、ちょっとね、お金取ってこっち、お父さんに行ったらホテルあるよ。お母さん、どこに入ってん、猫カフェ行きたい。いや、ママ現金を持ってきて、猫カフェ、ちょっと待って、ちょっと待って、リュックしようか。それじゃ、後で後で。あのさ、あれ、ウサギのハンバーグはどこ？ウサギのハンバーグは？今、後でね、お母さん、お父さんがお金取りに買ってくれるから。ママさ、お買い物しないとなって、ちょっと、ここ行きたい、ここすごいね、うん、今お父さんにさ、食パン持ってもらう、何これ、わー、やば、これフルオープンの窓で、これママ家建てるときに欲しかったこの窓、北海道では売れませんって言われてやばかった。さくらちゃん、まっすぐ歩いて。ね、あーた、さくらちゃん、まっすぐ歩いて。買おうぜ、見えなくなっちゃうの、だからウクライナのポスター、こういうのがさっき上から見た家の断面なんだよ、なんか家全部繋がってんじゃん、これどうすんのって言ったやつの、これが欠けたところなんだよ。やるやる、ほどほど。ねえ、さくらどこ行ったの。いやな、よかった、最初に PP になることに気づいた。おいいね、ここ楽しそうでいい、やっぱ、こうたちゃん、高校生になってきて、こうやってさ、細いの、
多いね。なんかヨーロッパにあるやつだよ、ね、あ結局さ古い町だからみんななんかこう土地の値段が高くなったらうちへうちへ行くの。ヨーロッパのあれ初めからもうみんな一緒しましょうって言ってまた庭作ってえでもさあの最終的には同じことになってるけどさ多分ママさんなんかさこの辺に行くとか思ってたんだけどこの辺にスーパーがあってちょっと待ってママなんかここにここかななんかスーパーがあるでもママ今現金何も持ってないからなビッグペイしか使えないからあの坂の上行ったら何あんのお母さんかけご飯 TKG おなんかドーナツよいやだってママ今 TKG を全く持ってない卵かけご飯ソフトクリームにさつまいもの天ぷらがついてすごいね、うん、母さん何サイズコースだママから離れたらダメだってこの道すごいなぁあ、マイキトロコマイキトロコだよねここマイキちゃんさかなちゃんコト君ここマイキだよねえ来てないよえマイキ来てないよここはマイキ来てる魚町にちょっとこれはちょっと違う。痛かった。マッサージの時に痛いような気がしたんだけど。痛かった。ここ自転車行きたいね。ここから自転車です。怖いな。なんかさ、ちょっと変わってもらってる。なんか君の絵面が良くないんだよ。だって見てないもん、カメラ。見てないもんじゃなくて、ちゃんとさ、こうやって見やすいように撮ってよ。カメラ見てたら、いろんなもん見られなくなっちゃってさ。ちゃんと見やすいように撮ってよ。じゃちょっとこれ荷物持って、ママ重たいから。ねえねえ、こうたくん。荷物を持って。これはね、ちょっとママが持つ。もう。これは。したかっただけなのに。マイク？マイク。ちょっとコタ君それさ、パン入ってるから潰れないように気をつけてね。ママのパン入ってるから潰れないように気をつけてね。ちょっとここでやったら営業妨害になっちゃうから。あ、でもすごいすぐ近所にダイソーがある。ママのマスク？ママのさ、マスクのさ、ちょっとダメだよ、ダメだよ、やめてね。ダメだよ。すみませんごめんなさい。ダメだよ。
子供から目が離せない。あと日本人見えなかったんだけど。え？日本人、日本人でしょ。だって麦のご飯とかで。インド人見えなかったんだ。ここもなんか旅館なんだよね。たぬき工事にもさ、ホテルあんじゃん。そんな感じかな。あ、はいはい。じゃあ行ってみてね。あ。奈良といえば柿の葉寿司だよね。伊豆なんか、うん、なんかね、ちょっとなんか、なんていうのかな、食べたことあるよ。あの、あ、どら焼き。でかっ。でかっ。三笠焼きっていうのはどら焼きじゃないんだ。ダメだよ、さくらちゃん。ペタペタ触らないでね。虫のっていうくず切りが、これイートインもあるんだ。ちょっと待って、ママ見てってもいい？ポテて。それは多分想定してるから。想定してる。うん、ねえねえ。あのお水くらい飲める？ねえ。ちょっとこれで拭いておこうか。冷たいのお水。お水欲しいんだけど。うん。乾いたから。お水は桜のやつにお水入ってる。いただいてみます。あ、なんか豆入ってる。多分豆茶なんじゃん。豆入ってる。ちょっとママにも一口ずつさせてね。ああ、あとでいい、あとでいい。それはあっちゃん食べて。座って食べなさい。コロンとしちゃうから。あとすくうださい。こうやってすすんの？これ黒豆。あ、それお母さん食べたいの？はい。黒豆ちょうだい。ちょっとどんな味か。おいしいじゃん。うん。なんかドラえもんが好きなのか、パンケーキみたいだね。
同じだよ。ドラえもんグッズも買ってる。ごめんなさい。すみません。付近1枚ごめんいただけますか。ごめんなさい。すみません。すみません。こちらってお支払いカードを。電子マネーって使えますか。電子マネーって使えますか。電子マネー使えない。あかぎました。飲めない。はいはい。ちょっとこれ下げとくわね。ちょっとお手伝い。ちょっとぐらい食べれるの？ちょっとぐらい食べれるの？だからおばちゃん下げといていいかな。飲みません。ありがとうございます。飲めない。でも美味しかった。飲めないから。よかったね。お豆。わお。お豆が入ってる。わお。匂いはの。昔クジカもうもらっちゃった。全然匂いがしないけど、もくしはこいつのやつにもう取られちゃった。ね、こっちは何レストラン？多分ねお茶屋さんなんだわ。お茶屋さん。美味しかった？美味しかった？今カードも持ってないから今はちょっと置いてもするしかない。そうそうさ、気まずいけど帰りたいよ、帰りたい。じゃあお店屋さんに行くの。でもママお土産もね今探してたからね。ちょっとお父さんを待つんじゃない。そう、うん、ちょっとこれね、ちょっとことかお店をさくらちゃんあげくしょってね。おそうね、いやいるんかな。いない、もう大丈夫。サンタスはね、だってね、なんかこれ浮かびようとか見て見て。少しでね、お店屋さん、食べ物のお店屋さん、あんちゃんは？びっくりしたよ、迷子になったかと思った。見てたらさ、いつも迷子になってる。 Holy shit, so windy.
ドア開いてるお母さんそこ立ったら。めっちゃつくなんだけど、やば。ついてる。OK。はい、こう。あ、これ噴水だね。ちょっと今ママお財布を忘れちゃって。現金はもちろんクレジットカードまで持ってないのでお父さんに取りに行ってもらってました。で何も買えないのでウィンドウショッピングしてたんですが、奈良寿司、あ、普通の寿司、多分あれは北海道で食べる方が美味しいよ、うん、あれは北海道の方が美味しい。奈良寿司、奈良寿司とか奈良漬け柿の葉寿司、なんかマカロン随分ゆっくりある、ゆっくりやって、ゆっくりってカメラ振りすぎ。あ、でもさっきのウサギのマカロンの半分の値段だね。そう、はあ、よいしょっと。ちょっとどんぐらい音来てるかどうか見ますね。最悪だよね、お財布忘れたって。なんかダイソーで買うもん、あおちゃん危ないよ。いや、ダイソーよりかさ、ダイソーよりかなんかユニクロとかの方があったら嬉しいよね。なんかさ、こういう高級果物のお店って北海道ないんだよね。なんか気持ち高い目の店はあるんだけど、もう明らかに高級な店ってない。ところでママ、配信マネージャーで、やっぱり、トラベル、歩きスマホ、ダメだね。あ、うん、多分ここだ。ママさっき分かんなかったんだけど、多分ここだ。あれ、ここから来たんだっけ我々。ここ、ちょっと時々ゆっくりね。ここも来てみたいね。いや、大失敗だね、お財布を忘れるとは。でもさっきのさ、桜のなんか落雁みたいなすごい可愛かった。あれは落雁ってそんなにさ、なんか美味しいっていうか、美味しいっていうかって言ったら失礼だけど、なんかそんなバク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 食べるもんじゃないけど、ああいうもの見たらわーってちょっと、ね、華やかで嬉しい気持ちになるから、なんかあれは良かったかもな。あれは買って送ったらなんかちょうどいいかも。ちょっとあのさ、ミカサ焼き、どら焼きみたいな、どら焼きと何が違うんだろうね。まあもうそう思った。うん。あれは日持ちしないって言うから、あれはちょっと難しいかなと思ったんだけど、美味しかった、でも。でもさ、大体あんこ十勝産、北海道産好きなんだよ。大体十勝産好きなの、ああいうのって。疲れたね。あ、ちょっとゆっくり歩こうか。早いんだよね、歩くのね。もうちょっとゆっくり歩こうね。そうだね。そうですよね。すいません。マイクめっちゃガサガサしてる。本当？ガサガサしてる？わかんない。してんの？
ガサガサしてる？そうですよね、すいません。そんなにガサガサしてないと思うよ、ママ。多少あるんだ、そしたら。わかんないけど。なんかバイクで。いや、ここは普通自転車屋さんじゃない？幼稚園とか。幼稚園なの？違う、それは園児募集って書いてある。またほら、竹だよ、竹。竹だよ。本物、本物。こうやってね、建築でね、あの、植栽としてね、竹をやるんだ。竹一斉電気？で、あの、いっぱい来て困っちゃうの。うん、だからね、コントロールしきれなくて困っちゃうの。ママね、ここにね、行ってみたいんだよね。お父さんにさ、お父さんどこに？ここに行ってみたいんだよなぁ。普通のスーパーじゃね？そう、この普通のスーパーちょっと行ってみたいんだけど。ちょっとお父さんに電話してみよう。お父さんかわいそうだから。てかママ、クイックペイか ID 使えなかったらどうしようもないし。あれ、青くんさくらちゃん。なんかあの子たちめっちゃ見てるから、青くんとさくらちゃんかと。あの子たち、そうそう。青くんとさくらちゃん。ただいま電話に出ることができませんって言われたんだけど。出ろ。なんか素敵なところだね。いや、なんかさ、素敵なところママも行きたいんだけど、入らないと。ID 使えるかな？ちょっと待って。ちょっと待って、ママ電子マネー使えるか見てくるから。あ、いないいない、ちょっと待って。電子マネー使えるの？ちょっと待ってね、待ってね。ダメだよ、ダメだよ。なんか電子マネーのマイクがついてなかった。わかんない。ここに来たかったんだけど。いや、お父さんにさ、電話つながんないんだよね。子たちはママ目悪いんだけど、ID とか書いてる？なんかあのレジのお姉さんのとこなんか貼ってんじゃん。はい。電話に出ることができませんって。ID って書いてる？あれは JCB、JCB ってクレジットカードのマークなんだよ。あ、いた。探し、電話ずっと電話してたのに通じない。まあいいや、カードあるんだね。じゃあちょっとカードが来たか。え？うん、ほらほらほら。ありがとう。あ、そっか。なんかママも今迷ってたんだよね。でもここもここで来たいところだったから来たっていう。なんかね、ホテルのそばにもパン屋さんあったね、また別に。うん。ちょっと、なんか、お父さん、待って待って。じゃあ、ちょっと、ママお買い物してくるんで、これ、クオタちゃんにね、預けておきます。なので、コメントは入れなくなります。え、まだ何も買ってない。ここで買い物しようかな。ちょっと、クオタちゃん、そしたら、ママさ、ここでお買い物してきたからさ、これ持って、ガサゴソ言うから気をつけてね。これ持って、ちょっと、売り物しててよ。ママ、あの、お買い物してて。マジで、女の人？違うよ、ゴーゴーだってお腹の音。ゴーって。今なんかめっちゃ古いしたけど。入っちゃダメだもん。ホームレス。いやいや、そんなことしてないで。じゃあ一緒に歩いてきてよ。これ取っていいから。もうスペースがないけど。え、これ。え、じゃあこれカートどうやってさ、下に持ってくの？あん。わお。お寿司とか、お菓子とか、あるの。
だからなんでこんな適当にかぼってるの。そうだね、いや適当じゃない、ざっくりおしゃれ、おしゃれ、こういうデザイン、いや絶対適当でしょこれ。どんな行くの、一瞬しかしてないから、そんなに。え、だって朝もフル充電だよ。朝はフル充電だったよ。一回で。なんで朝フル充電なの？開きます。ポケモン。あ、ラスト。Man, I look like a homeless right now. さ、彫刻師さんみたいなさ、玄関あるね。受けたまりです。Spine. あれ、袋ないの？あ、来た。ストップ、ストップ。え？何年？さくらちゃん、牛？こうたくんは、ぶ、なんだっけ？イノシシか、豚じゃない、豚じゃない、これ持って、いや金の、金の豚年だからさ。買い物しました。おー、じゃあ帰ろう。あれ、あ、もう帰る。はいはい、ファミマ、ファミマ探して帰る。ワイファミマじゃないとダメ、バターコーヒー欲しいから。え、売ってないかもよ、ここのカメラ商品違って。そうだね、さくらの棒付きキャンディーもファミマに行けばあるかもね。北海道産とか書かれてる、ここで売ってるかもよ。何がなってないよ、デリー山崎だもん。寒い、いや、ファミマないんだけど、この辺。てかさ、ファミマあんま見てない気がするんだけど。でも神戸あるじゃん。関西にないってことないよね。ファミリーマート。いや、ファミマと調べる。改札内店、改札越えないとないんだ。改札ない。この中の改札に入らないとないんだ、ファミマは。はい。というわけで、じゃあ、帰ろうと思います。こんな感じで1日目は、あとはホテルに戻って、何が？ああ、いいよいいよ、別に。明日も明後日もあるんだから。こんな感じで、ホテルに戻って、行こうと思います。ああ、でもなんか今歩いた感だと、この駅のこっち側が繁華街で、あっち側は違うんだね。どっちかっていうと、こっちが繁華街なんだね。あれ、また柿の葉寿司。柿の葉寿司ばっかりだなぁ。ここもパン屋じゃない？奈良系のもんなの？パン、うん。ちょっとパン。いいよ。鹿。
鹿がいる。ボーキャンディーない。もう待って。鹿がいる、また。なんか売ってるかな。あ、もう何もないっぽかった。いや、もう何もなかったわ。かわいないか、かわいいね。ちょっと何もなかった。だからないって、コンビニないんだから。コンビニないよね。あった？え、あった？どこに？セブンが。どこに？ファミマじゃない。セブンあった？あ、ローソンあったね。セブンもあるし、ローソンもあるしさ。ファミマは？はい。ファミマが欲しいのに、ママも。あ、ママだ。え？白クマ？ママ。あれ？ナチコ？テリア？いや、テリアだね。もしゃもしゃ系だね。チコじゃないけど、ヨークシャーテリア、かわいい。ダメだよ。あ、じゃあママびっくりするからね。かわいいね。そうだね。ウサギの代わりに飼えるかもね、あれだったら。でもあの白いの維持するの多分、すぐほっといたらすぐあの目の周り目やぎだらけになると思うよ。毎日顔拭いてやらないと。いいしょ。そうやって誰も小雪の顔そんな毎日なんか拭いて、ママは毎日拭いてたけど、ママ以外の人は誰も小雪の顔拭いてなかった。知らなかった。でもとりあえずこのすぐそばにはさ、コンビニないじゃん。来ました。はい。ってことで戻ってきました。戻ってきました。風情はありますね。はいはい、もうね、寒いし、今日は帰るよ。あ、みんな順番にお風呂に入って帰りますよ。あ、おい、声大きい、静かにね。でも電子レンジあるよって言ったけど、別に電子レンジ使うようなこと何もしなかったね。電子レンジ使うようなものは何も買わなかったにゃ。持っていくの？いいよ。串は持ってる。一個だけもらってた。いらないか。ここにアメニティがあって、お茶と、歯ブラシと、もっともっと、もうみんなの分取った。いや、いらないってやめなさい。カミソリがあって、ガウンがあります。はい、行くよ。みんな行くよ。行くよ。かわいい折り紙がある。行こう行こう。はい、行くよ。で、こっちに、なんか漫画の本のコーナーがあって、あと自販機があって、ランドリールームがある。